こんにちは、速稼塾の久保です。今日の暗号通貨ニュースはね、 XRP についてちょっと話してくれということでメッセージが来ましたんでお話していこうかと思います。まあその方はね、こういうふうに言ってくださったんですよ。もう久保さんは何年も前から XRP をしっかりと仕込んで大量保有しといてね、でそれを一旦決済したら、それまではずっと XRP のニュースをずっとね放送してくれたのに、自分が決済したらもうね全然話さなくなりましたねと、今 XRP に興味はないんでしょうかみたいな趣旨でメッセージいただいたんですよね。はっきり言ってもう離脱した通貨には興味ないんですよ。で離脱したってことは私なりにね、私なりに訳があったんですよ。 XRP はもう終わったってことなんですよね。 XRP はもうねダメだと思いますよ。一時的に値段が上がったり下がったりしますけども、じゃあねこの XRP が以前は20円とか30円とかうろうろしたわけなんですけども、これがね一旦前回みたいに190円とかをつけたっていうのは奇跡なんですよ。もう通常でしたらもう復活はなかったと思いますんでね。だからあの時が最高の売り時だったのかなと。最近も140円から150円ぐらいに上がったんで、190円で売り抜けてない人はやっぱり150円ぐらいで売ったのが最後のチャンスだったんじゃないかなと思うんですよね。今後は XRP はもうずるずると、その価格を落とすだけで新しいプロジェクトも鳴かず飛ばずになってくると思いますし、何よりもねちょっとねチャートの方を見ていただきたいんですけども、ここに気づかないといけないんじゃないかなと思いますよ。ずっと XRP っていうのはビットコインに次いでナンバー2、悪くてもイーサリアムの次のナンバー3の不動のトップ3にいたわけじゃないですか。でももうずっとトップ3に入らずに、たまにはね時に応じてはトップ10を外れることもあるんですよ。要するにじわじわとその人気を下げていく、相対的にね、というのが他のコインが人気になってきたんですよね。ADA なんてのは最初8位ぐらいで登場したんですけども、右翼せざって今トップ3の不動の第3位の位置を占めてると思うんですよ。で、これからますます体のエダってのは、ステーキングをはじめ、その順位を上げていって、イーサリアムやビットコインを抜いていくとまで言われてるんですよね。で、下の方にね、ソラナってあるでしょ。ソルっていうのがソラナ、6位になってますけども、これがリップルと入れ替わって上位の方に入ってきたんですよ。ですんで、リップルがね、その価値を留めていても、他の通貨の価値が相対的に上の方に上がってきて、結局ソラナの購入資金ってどっから来てるのかなっていうのは、リップルを決済した人がソラナに乗り換えてソラナが入れ替わるように上昇してきてるっていうふうに私は見るんですよね。だからチャートを見ていただければね、ちょっと、6位、7位のチャート見てくださいよ。ね。なんかこう、逆方向に展開してるでしょ？わかりますかね？右の方の下から3番目と4番目ですよ。上り調子のソラナは上の方に行ってますけども、でもリップルは途中まで値動き一緒なんですけども、途中からね、下の方に行ってるでしょ。要するにここでソラナの資金がリップルに、逆か、リップルの資金がソラナにボン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 入れ替わってきたんで、こうなってるっていうふうに分析することもできるんですよ。これが全てじゃないですよ。で、こちらのニュース見てください。急落後の仮想通貨市場に警戒感。最高値更新の SOL は XRP を超え時価総額6位にって書いてるでしょ。要するに、ソルがなんで上がったかというと、XRP を押しのけてるんですよ。だから、このソルっていうのが、これからますますね、5位とか4位とかに上がってくると思いますけども、これが XRP をしのいで、もう二度とその座を譲らないんじゃないかなっていうふうに考えてるんですよ。その他のことはちょっと記事の方読んでいただければと思いますけどもね。そう考える方法もあるし、そうじゃないと。XRP はこれからだっていう考え方もありますよ。でもまあ、XRP はもういいんじゃないですか、忘れて。私そう思いますけどもね。じゃないと、全決済しないですよ。XRP に未来があると思ったら、私は資金に焦ってないんで、3年でも5年でも10年でも持っておくことはできるんですよ。でも、XRP はもう、ここが限界かなと。前回の190円っていうのは、実はね、変わりすぎだったんじゃないかなと思うんですよ。で、あそこで決済した人が、もう最後のチャンス、ラストチャンスで、もう、ちょっと XRP に資金が新規で入ることはないと思いますね。そのぐらい XRP は私もう見放してるっていうかね、もうどうでもよくなってるんで、もうこれからも話題出ないと思います。細かい理由はね、また別、もうね、説明するのもめんどくさいんで、すいません、この辺にさせてもらいます。XRP は私も全決済したんで、これから意識を向けることもありませんし、仮に爆上げしても、ああ、よかったねって感じですよね。そのぐらいのもんになってしまいました。だいたい投資ってそんなもんですよ。自分が乗ってる案件には意識をすごく向けますけども、自分が資金を
入れてないものに関しましては興味なくなるんですよ。ね、だからあの SOL っていう暗号通貨に関しましてほとんどの人がね、なんだそりゃって感じだと思うんですよ。いきなり6位に食い込んできたの SOL。 まあでも本当にね、人が目をつけてない時に資金を入れるから、ドーンと上がった時に大きく利確できるわけなんですよ。もうこの投資原則以外にありませんから、その他のことはね、ちょっと付け足しの説明になっちゃいますんでね。でしかもどれか1個が原因ってことはないんですよ。いろんなものが組み合わさって、それでどう判断するかですからね。まあ不十分の説明だったかもしれませんけども、そういうことでございますんで、ご理解いただけるように。 XRP はもうさよならでございます。もうないと思います。私も二度と話題に出すことはないと思います。求められない限りね。それでは失礼します。